ソウルトリガーは2012年10月4日にイメージエポックより発売されたプレイステーションポータブル用ソフト。最後の約束の物語、ブラックロックシューター・ザ・ゲームに続くイメージエポックの JRPG レーベルタイトルである。ブレードオンラインにて2012年6月から2013年3月まで吉岡坂木作画の漫画版が連載された。 新規教会からの神の信託のもとに、神民と呼ばれる人々が暮らす国、カイゼルハルド。一見平和そうな、神民の生活は、実は、教会が悪しき者として迫害している、光の民の犠牲によって成り立っていた。ソウルという、生命の力を操る光の民はその力に目を、つけられ自分たちの国を滅ぼされ、ソウルを、 カエゼルハルドの生活や軍事に使われるエネルギーとして利用されるためにソウルを搾取されるだけの存在として生かされていた。ソウル確保のための光の民狩りは時代を下るにつれ、苛烈さを増し光の民の人口は激減し、新生歴740年、この事態に不満を抱いた光の民の一部は反体制組織、ソウルトリガーを結成。光の民の自由と平等を求めて、 レジスタンス活動を開始した。今作は、約100年前の物語を読むという体裁を取り、新生歴790年の聖典からスタートし、新生歴809年の外典へと続く。今作は、聖典第5章途中の選択肢により、ストーリーの詳細が3つに分岐する。光の民を新規教会から解放するために、組織されたレジスタンス。 光の民が生み出すエネルギーソウルを手に入れるために圧倒的な科学力をもってして光の民を捉え支配している組織。AB、ソウルトリガー発売日が延期に。ファミツー .com2012 年10月30日閲覧。AB、ソウルトリガー。プレイステーションオフィシャルサイト。ソニーコンピュータエンタテインメント。2015年3月17日閲覧。 ファミツーゲーム百書2013保管データ編、エンターブレイン2013年、2016年7月3日閲覧。ラーズたちと再会する前には、フレアライト採掘場などで情報を集め、開店より2年前にもソウルプラントを偵察、ザナドゥを教会が回収し、封鎖連に封印していることを突き止めている。本作のナレーションも担当している。 バルターはそれを人間でいう感覚機関だと解釈しており、エマもバルターの解釈を肯定している。外転のメンバーで年齢が判明しているのはバルターとシリルだが、ラーズに関して言えば、ファレルの死後に生まれた息子であるため、18から19歳以下と見積もれる。ワイルやドネーたちのことを第一世代と呼ぶメンバーもいた。外転ストーリー序盤のラーズ、クロト、 ウィルマの三人は、ソウルトリガーに加入するまでファレルのことを、愚者、ファレル、ソウルトリガーのことを、犯罪者だという認識を持っていた。ソウルトリガー敗北後の光の民への風当たりが強くなっていたこともあり、危険を事前に察知する回避能力が、自分たちが生活していく上で大事であると、考えていたクロトは特にその傾向が強く、 この時点で真実を知らなかったとはいえ、教会が繰り返し懸伝するプロパガンダの影響を最も受けていた。そして、教会は、ファレル以外のソウルトリガーメンバーのことも、情報操作して貶めており、バルターには、神を目前にして、己の業に焼かれて消えたという噂があり、エマは、癒しと称して、生命力を奪い取っていた魔女で、世界に大悪女の一人とされ、ソフィも、 絶世の美女とされながらも、世界二大悪女の一人に数えられている。グスタフは、最初に神に裁かれた、人物、醜悪で見るに耐えない、得のない人物という烙印を押されている。ワイルは、愚者、ファレルの死、この世の悪の根源とされ、神民の間ではその名を口にするだけで汚らわしく、ドネーも、ワイルの口車に乗せられて、ソウルを捧げた。 不憫な男と評されている。もっとも、聖典最終版のナハトガル撃破後のリトラーは、偽行隊であるナハトガルの調整、整備を行っていたことを告白し、外典での最終決戦時に、カエゼルハルドを支配していたとされる、神が実際には機械であることが明かされ、それも調整、整備していたことを考えると、聖典の時代からカエゼルハルドの真の支配者は、 リトラーであったと言える。外典でリトラーは、ナハトガルに代わる神の代弁者を発表する場での、神民に対する演説で、一部の汚れた思想の持った者たちの暴挙により、私たちは代弁者ナハトガルを失い、神の声が聞こえなくなったと懸念しており、今なお、カエゼルハルドが安定しないのは、ナハトガルを打ち取った、ソウルトリガーに原因があるという趣旨の発言が、認められる。 ありがとうございます。